一昨年公開された日本版のミュージカルドラキュラがこの夏パワーアップして帰ってきました。2回目ならではだから楽しめてるのかもしれないものすごく素敵ですよ今回の伯爵さんありがとうございます。元宝塚トップスターの和尾陽香さんが2年ぶりにドラキュラ伯爵を演じるミュージカルが今夜から始まります。2年ぶりに取り組みましたけど、やっぱり本当に素敵な作品で、もう一度演じれることが毎日本当に幸せに思います。そして前回はヒロインの親友を演じた元モーニング娘。の阿部夏実さんが、今回はヒロインのミーナ役として新境地に挑みます。こういう役をやらせていただいたことが全くなかったので、私自身もこの役と葛藤しながら本当に成長させていただけたなっていう感覚もあります。